二人でお父さん起こしてきてくれる？はーい。んだよ、まだ寝てんのかよ。しゃあねえ父ちゃんだな。パパ、起きてー。起きてー。起きてー。そんな可愛い感じで父ちゃんが起きっかよ。こうやんだよ。起きやがれ。いただきます。いただきます。ったく、今日はほかげの就任式ってやつなんだろ。ちゃんと自分で起きろってばさ。そうだったってばよ。ボルトったら今日を楽しみにしてて、昨日もお父さんが帰ってくるまで起きてるってなかなか寝つけなかったのよ。へえ、そうなのか。母ちゃん楽しみ楽しみ。じゃあ私は羽織を取ってきます。え、あれまだできてないのか。うん、ごめんね。刺繍屋さんがすごくこだわりの強い職人さんで。これだけは誰にも譲れん、わしの長年の責任なのじゃ。なんでも歴代のほかげ全ての刺繍を入れてこられた方らしくて、完璧なものに仕上げたいからギリギリになるって言われたの。そっか。そういや、加賀先生の時は間に合ってなかったような。てか何歳なんだよそのばあさん。受け取ったらそのまま会場に行くから、子供たちと一緒に先に行っててくれる？ああ、わかった。あ、行ってらっしゃい。